事務所で誕生祭の打ち合わせ終わったって連絡あった。そろそろすずちゃん寮に戻ってくるかも。めいちゃん、すずにゃんお姫様計画ちゃんと覚えてる？任せて。まずは敬語を使うでしょ。それと紅茶を差し出す。あとはなんだっけ、お菓子パーティーする。さらに私厳選のアイドルの DVD を見てもらう。最後は極上リラックスタイムだったよね。うん、大丈夫、メイ覚えたよ。でも一番大事なのは自然にお姫様気分を味わってもらうこと。そのために全力でおもてなししよう。すずちゃんが来たらミッションスタート。事前に決めることがたくさんあるんですもんね。時間は限られてますし、もう一頑張りですわ。すずにゃん様のおなーりー。はは、ってそれお姫様じゃなくてお殿様。一体何なんですの？これはね、すずにゃんお姫様計画。すずにゃん様、お紅茶はいかがですか？誕生祭の準備で喉乾いてない？はあ、まあ確かにちょっと休憩したかったところですけど。私たちもちょうど紅茶飲みたかったよね、めいちゃんね。そうだよね。そうだった。あ、すずにゃん様、一緒にお紅茶飲みましょう。アッサム、ダージリン、フレーバーティー、いろいろあるます。あら、それじゃあダージリンティーよ。ってごまかさないでくださいまし。何か様子が変ですわよ。そんなことないよね、メイたち普通だよね。うん、どこもお菓子がない。紅茶が入れ終わるまでこのお菓子どうぞ。レイちゃんおすすめのマカロンだよ。みんなでお菓子パーティーしよう。お菓子パーティーって、でも美味しそうですわね。そちらのマカロンは何味がありますの？ベリー系とレモン、チョコに抹茶、ナッツにバナナ、それからキャラメル、いっぱいあるよ。それではチョコ味をいただきますわね。もぐもぐ。うーん、美味しいですわ。ティータイムにはこれがおすすめ。私が厳選したしずくコレクション。これはいろんなアイドルのバースデーイベントのみを集めた DVD。 すずちゃん様の好みに合うようにブレンドした一品です。あー、イベントも収録されてますのね。参考になりますわ。二人とも私のために。はっ、もしかしてギク、もうバレた。なるほど、大物の風格は隠せないものですわ。やっと気づきましたわね、私のオーラに。うん、そうなの、すずにゃん様のオーラすごくて。私たちすずちゃん様専属の付き人兼アイドルになりたい。そういうことだったのですね。私の素晴らしさに心を打たれ態度を改められたと。そんな感じ。とりあえずポテトチップスどうぞ。ほっぺもとろけちゃう、はちみつチーズ味です。新発売なんだって。二人とも気が利きますわね。では一口。うん、確かにほっぺがとろけますわ。しずくちゃん、すずにゃんお姫様計画順調だね。うん、あとは最後の極上リラックスタイムを残すのみ。もぐもぐ。二人ともどうしましたの？こそこそと。もぐもぐ。すずちゃん様、最近お疲れな気がするって話してた。言われてみればそうですわね。
いつもより睡眠時間が短いですわ。スズニャン様がお疲れモードだ。というわけで、今からメイたちのおもてなしタイム。おもてなしタイム？何をしてくださるんですの？メイはマッサージ係だよ。スズニャン様の体を優しくほぐしていくね。私はアロマを炊く係、癒し効果のあるラベンダーの香りです。メイたち二人でスズニャン様の疲れた心と体をリラックスさせちゃうよ。そこまでしてくれるなんて。では早速お願いしますわ。花のいい香りと顔のマッサージが素晴らしいですわ。あむにゃあむにゃ。スズニャンすぐ寝ちゃった。よっぽど疲れてたんだね。毎日ちゃんと寝てるか心配。体調管理も大切だから。ファンのみんなのことを考えてたくさん準備してるの。メイたち知ってるよ。誕生祭に参加したみんな絶対喜ぶ。断言できる。ファンのみんなを喜ばせるのがスズニャンなら、メイたちはスズニャンを喜ばせるために頑張ろう。しー、そんなに大声出すとスズちゃん起きちゃう。ああそうだよね、ごめん。そうそう、誕生祭楽しみますわ。むにゃむにゃ。